私がね、24年前に区長になった時には何しろ1万4789人だったんですけれども、それをやっぱり10万人だ、11万だと、こういうふうに伸ばしていかなきゃいけないということは、人口回復、これを公約、したんですね。だからね、最高はね、昭和28年で17万2183人っていうのが中国のこの最高のピークでね、それから45年間一貫してこの減ってきたわけだね。平成9年の4月には、7万1806人で、11月の16日には12万人人口が回復したと。もう一つは若返りがどんどん図られているわけだよね。今日お越しの JC の皆さんのようにね、若い人たち30代40代50代のね、働き盛りの方々がどんどん増えてね、この赤ちゃんがね今1000人以上、はいはい、5年ついてるんですよ5年。そうですか。かつて400人で500人台だったのが、1000人以上がどん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 5年間ついて、で昨年なんかも1447人で、今年ももう1300人台いってるからね、やはり1500人ぐらい。でこの今人口が増えてることについてですね、非常に活気があっていいと、ただ一方でやっぱり増えたことによって、いろいろな問題点が。それはそうだよ、それはだからそれをね、やらなきゃいけないわけですよ。この0歳から6歳まで本区ではこう保育園引き受けてんだけれどもね、この4月1日で見るとね、332ね、定員割れしてるんですよ本当は。ただ01、そこがもういいわけだ、申し込みの人で0歳1歳のところをもう少ししっかりとした施設ね、この作らなきゃいけないということですね。それからもう一つは若返り図られたといっても65歳以上の実数ね、これはやっぱり増えてるんですよね、はい、まあ全国的に見てもそうだけれどもね。だから、今そうね、321人かな、待機者がおられると、特養の方のね、もう中央区4つも大きな特養があるんですよ、はいはい、今度地域密着型のね、小規模特養を日本橋、月島、京橋に一つずつ作って、その地域の皆様方優先的に入れましょうじゃないか。圧力ある社会を作っていくにはやっぱり60歳だからもうお仕事やめてくださいとかそういうんではなくてね、60歳でも続けると、70歳でも80歳でもどんどん元気にね、意欲がある方は第一線でやってもらいたいと。人手不足とのところもあるわけだからね、そういうところに、ちゃんとアッセンスできるようなシステムを作ろうということで、今シルバーウィング中央であるとかね、シルバー人材センターとかね、はい、シルバーワーク中央とかね、そういうところでアッセンをどんどんすると、こういうことで、うん、まあ、そういう高齢者の方々の働く場所も、うん、そうそうそう、皆さんはもちろん若いからJC は40代まで、40歳まで、40歳まで、はい、新しい方たちがどんどん入ってくることによって、うん、地域コミュニティっていうのがやっぱりこうどうしても薄れがちになってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、うんうん、スポーツを通じてとかね、あるいは子育て、学校を通じてね、どんどんこのその地域に馴染んだりね、からお祭りとかね、さまざまなイベントもあるじゃない、はい、ね、赤ちゃん天国っていうのを中央区やってるのは保育園だけじゃなくてね、はい、そういうところではお母さん方が一緒にね、この子育てを楽しむということでありますし、また文化もね、さまざまな文化活動やってんだね。この間なんかもね、今文化、中央区文化祭がね、はい、の最中だから、もちろん町会活動も自治会活動もね、はい、盛んですから、それから消防団なんかもね、若い人たちがどんどん入ってくれるように